皆さんどうもこんにちは、コリメンズです。よろしくお願いします。では早速1曲目モーニングをお送りしたいと思います。Thank you.
がとうございました。もうモーニングはジャズで有名ですけど、この曲がいいのですね、吹くだけでかっこいいというねみんなかっこよく吹けるみたいな感じですね。毎回やってますということで、コリメンズですけども、コリメンズの意味なんですが、まあ、いくつになっても音楽とお酒をこよなく愛する人々ということで、男だけじゃないですね、ここに、ね、素敵な女性いますから、もちろんはいですね、コリメンズは人たちということで、で池袋ジャズフェスにはもう5、6回お世話になっておりましてですね、本当毎年ここの出演を目指して日々頑張っておりますということで、続きましてハービー・ハンコックのウォーターメロンマンを演奏したいと思います。今フルート奏者が、大丈夫ですか？大丈夫ですね、はい。
もう若くないんでこういうミディアムのテンポのジャズがやっぱりだんだん気持ちよくなってきて、若い時なんかね速いテンポをかっ飛ばしたりするんですけど、まあ、やろうと思えばね山本さん、はい、のもね余裕ですよね。あ、余裕って言ってますけどね次回は余裕ってことですね、はい、で続きましてですね、実はちょっとメンバーに訳ありがあってですね3日前に急に僕が独断の言で曲目を変更したという、ということでですね、マイウェイをちょっと渋くやりたいなということで、はい、you
ありがとうございました。やっぱり昔の曲はいいメロディーしてますね。ね、本当ですね。昔はさんとあの、ね、ギターとかピアノを弾いて作って、最近のはあの打ち込みなんでですね、別に最近が悪いとは言ってませんけどまあ年寄りなんですいません、年寄りの小言ということで、はい、それではですね、もうお時間もちょうどいい感じで、最後の曲はラテンですね、これね、この真ん中にさんざん輝く素敵なパーカッショニストが目立つであろうという曲目はですね、皆さんご存知かもしれませんが、テキーラという曲を演奏したいと思います。であのバンドミーティング参加させていただいて、まあ、コロナ禍ももうちょっと収まってきたということで声出し OK って言ってましたので、あの真ん中の方が多分叫ぶと思うんで、それに合わせて一緒に叫んでですね、日頃のあのストレスを発散していただければと思いますので、ぜひ言葉はテキーラですね、テキーラをもしよければ大きな声で叫んでいただければと思います。本日ありがとうございました。